いいことスイッチ、イエーイ、たくさんでみたんでーす、くたでーす、みたんでーす、はい、今日の動画はみんなでインディアンポーカー、インディアンポーカーっていうのは一人ずつ NG ワードっていうのがあって、はい、それを言ったら負けっていうゲームなんですけど、今日はね、うん、4人にやってもらいたいなと思って、はい、私がそれぞれのお題を考えてきました。はい、じゃあちょっとみんなに目をつぶってもらって、はい、で頭の上に手を置いといてください、はい、どういう、え、もうジャンルはバラバラ？バラバラ。そうなんや。オッケー。ちょっと難しい人もいるかもしれない。え、言葉だけ。単語ってことやな。うん、単語の人もいるし、え、まあいる、それ見たらわかるな。え、じゃあ自分のは見ないで、他の人のやつを確認してください。はい、自分の絶対見たから。あ、ほうほうほう、おー、なるほど、ね、なるほど、なるほど、なるほど、はい、じゃあこれです、はい、ふーちゃんこれです、ゆなはこれです、おー、これです、なるほど、はい、ここから4人でこうトークをしていって、はいはい、最終的に NG ワードを1回も言わなかった人が勝ち、おー、になります。え、言った人から脱落、そう、オッケー、それでは用意、スタート、はい、え、これ何、え、じゃあ、え、まず自己紹介でもする、うん、はい、そうやな、はい、じゃあ羽川美月でーす、小川くるみでーす、羽川りあらです、山崎あゆむです、よろしくお願いします。そろそろやな実は言ってなかったこととかない、なんか言ってなかったこと、今だからこそ言えることみたいな、あ、うん、なるほど、え、なんやろ、え、なんやろ、言ってなかったこと、え、でも最初、うん、あの双子がどっちがどっちかわからなくて、あ、やっぱりそう、そう、わからなくて、で、あのブログとかに、あー、そう、双子ちゃんって載せてたどっちかどっちかとは言わへん、うん、そうそう、載せてた、うんうん、むーちゃんとかもさ、うん、最近、うん、最近っていうか、うん、なん、うん、ハンバーガーって言って食べてたさ、うん、いいよね、うん、リオナな、うん、そう、さっきのあの話で言ったらな、あのリオナずっとムーの、うん、あの山崎歩むっていうのが全部芸名やと思ってたんや、うん、あー、歩むってさ、ない、うん、そう、結構なんていうの、なんか珍しいっていうか、珍しい、そう、なんか言い間違いされてるよね、うん、あゆみちゃんを、おー、いい感じは、あゆみちゃんな、よく言われるな、そうよな、アムともなんか言う、確かに、確かに、確かに、そう、漢字であゆむって読むのは大変、大変、大変そう、だから、でも山崎って結構おるから、うん、あ、山崎だけ本名で、あゆむは、なんか自分で、なんか、つけたのかなって思ってたら、うん、女の子で、あんまり珍しいかも、うん、そうそうそう、うん、珍しい、なんかあの、うん、むーちゃんがさ、うん、そのなんかあゆむっていう、あゆむっていう名前のんくーちゃん、あーそうはい、じゃあ自分のやつを見てくださいまんまと罠にかけられたいや、うまかったよすごい上手にね、そういうことだったできましたね、はい、はい、ということで、くーちゃんの NG ワードはあゆむでした、はい、さあ、さあ、残る3人、はい、気を取り直して、どうぞ、なんやろうな、一番自分の中で、あ、嬉しかったなっていうことは何、嬉しかったな、嬉しかった、うん、え、でも普通にライブ楽しいし、うん、そう、で、いろんな人と出会えて、うん、それが一番、うんうんうん、かな、うん、あとはね、なんか、うん、こう、いろいろさ、その普通にライブもあるし、うん、イベントとかにも出るわけであって、うん、それでなんか、ハンバーガーのイベントとかがあったら、いろんな各地のハンバーガーが食べれるやん、そう、うん、そう、だから、それが知らなかったこととかいっぱいあるしね、そう、しかもなんか、ここの大阪、関西とかにいて、うん、なんてやろ、もういろんなところの各地の、うん、そう、食べれるみたいな、うん、そのハンバーガーが出てるね、もんな、そう、じゃあ、むーちゃんからなんか双子に聞きたいこととかは？確かに、お互いの好きなところ、うん、おそれはいい、好きなところ、いいな、うん、ちょっと聞きたい、うん、なんですかね、まあ何でも分かってるかなーみたいな、なんか言わんでもこれ取ってって言ったら取ってくれるところ、まあ確かにね、確かにね、うん、そこはまあ、なるほど、確かに確かに、うん、気が合うもんね、うん、うんうん、えちゃん、うん、えちゃんは
なんか電車とかでいつもリオナがみっちゃんに席を先に座っていいよ。そう。そうなの？してた？なんか知らん。知らんかった。今度。全然知らんかったけど。本当だし。知らんかったってみんな。なんなんて？なんなんそのまま。よかったね。照れてるか。なんですよ。これ本物の話です。本当に。お姉ちゃんやな。そうなんです。なんでかわかんない。いつはなんかちょっと。ちょっとかっこつけて。ゆうちゃんがさ、でもそうなっちゃう。だからゆうちゃん座って。優しい。優しい。なんかないですか？なんやろ。そうやね、なかなか出ないですね。じゃあもうガラッとお話を変えて、好きなハンバーガーの話を。ハンバーガーすぎやろ。ハンバーガー好きなハンバーガーは、でもなんやろな。みんなが知ってるやつで言ったら、エビフィレオ。好きな。でも最近は、なんやろ、照り焼きとか、そういう系。ステーキのハンバーガーってこと？まあでも、みちゃんたちのね、あれ、やっぱハンバーガーあるやし、好きな食べ物はって聞かれたら、なんか、そうか。ハンバーガー。みっちゃん、下手すぎる。うん、完全にもう、それやんな。ほんまに、ほんまに下手。一番最初の。なら、ほんまに。みっちゃんがいつもこうやって、こうやってやってるのは知ってた？知らん。それ、それなんて。特に、リオナに黙ってやったことない。うん、だよな。え、いつも、なんか、リオナに黙ってなんかしてたことやろ。リオナが知らんかったこと。そうやな。どうで疲れてる。あとリオナ、最近本読むのにハマってて。え？そう。ほんま？うん。そう。めっちゃ笑ってね。どうした？知らん？リオナ読んでんの。そうな。兄弟ながら。逆にさ、何笑ってんの？いや面白いね会話が。逆にさ。逆にさ、みっちゃんがさ、のさ最近さ、よくさ、辞書読んでるし。辞書読んでる。知らんよ。何さ。いや、知らんか。知らん。そっか。はい。これどうしよう。でもあれやで、むーちゃんはな、最近な、あの髪の毛のな、あのな、長さがな、ちょっと長くなってきたかなと思ってるの知ってた？知らん。そっか。残念。残念。でも、むーちゃんこれから髪の毛伸ばすって言って。あ、そうなん。そうなん。これはガチ。そうなんよ。え、迷ってる。なんでかって言ったな、髪の毛をちょっと巻いたりしたいね。え、かわいい。いいよ。みっちゃんが知ってる。みっちゃんだけ知ってた。リオナは知らんかった。リオナ知らんかった。リオナ知らんかった。やっと言った。やっと言った。え、知ってた。え、自分これって知らんかったよ。やった。惜しいしか言わんから。そう、何回も惜しいと思う。惜しい。なんか知ってるとかそっち系なんかなと思って。やった。マジ頑張ったよね。あとはみちゃんとむーちゃんの戦いですか。え、みっちゃんは自分が何か知ってんの？なっただけ。ほんまに？あ、分かってきた？分かってきた。へぇ、やるの。じゃあまあ、ということで。合ってた方が、言ってみよう。合ってた方が勝ちです。うん、そう。じゃあ、むーちゃんは自分のこれ何やと思う？ハンバーガー。みーちゃん？ほんま。おぉ、あ、ちょっと違う。じゃあ見てみましょう、せーの。あ、ほんまに？ハテナまで行った。まあ、ということでね、今回はみっちゃんとむーちゃんが強かったということで。
じゃあ、みちゃん、自室に弱いけど言うの、言わずなの下手やから一番最初に気づいたと思うんですよ、ね、ここに乗ってるやつ、うん、なんかでもほんま、ほんまとか、うん、でもほんまにまで言うのが難しかったかも、うん、でもほんまも言ってない、うん、言ってないから、うん、あ、そっか嘘やろとか言ってないから、そっかそっか、はい、ということでね、はい、でも楽しい、楽しい、うん、おもろい、うん、ぜひ皆さんも簡単、紙とペンさえあればできるので、はい、やってみてください。はい、評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、サムちゃん、くるみチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。まあ、消しカスをね見て思い出したんですけど、消しカスを練り消しにすることは流行ってたと思うんですけど、私が小学生ぐらいの時にこれ車の形の消しゴムカーみたいなのが流行ったんですけど、皆さん使ってませんでした？あー、知らないよって方も、知ってるよって方も、くるみチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。